はい、皆さんこんばんは。11月11日の翔チャンネルです。今日から臨時国会がスタートいたしました。衆議院参議院で首班指名がありまして、内閣総理大臣を誰指名するかっていうような、そういう投票があるわけなんですが、参議院はねじれていないので、あっさりとで石破さんに決まりましたけれども、それでもおそらく自民党方が全員ちゃんと石破さんの名前書いてないんじゃないかなと思います。茂木さんって名前もあった気がするし、他にも何人かで自民党の議員の名前を書いているというのがありました。もしかすると自民党さんではなくて他党の方が書かれているかもしれないんですけれども、ちょっとあれって思った感じですね。深刻なのは衆議院の方で、衆議院は少数与党ですね。野党の方が立ち上げると数が多くなっている中で、決選投票になるわけです。1回目の投票で双方誰か1人が過半数に達していない時には決選投票になるんですが、上位2人でね、その時に石破さんと野田さんの名前があって投票するわけなんですけれども、結局84票が無効票になるということになりました。おそらく自民党の方、そして公明党の方は石破さんに入れているだろうというふうに思いますし、そして野党の方は私たち立憲民主党は野田さんの名前を書くと、そして上積み9票あったということなので、決選投票ではおそらくそれは共産党の方とかが入れてくださってるのかな、私ちょっとよくわからないんですけれども、なんじゃないかなという中で、84票が無効票っていうのはどうなのっていうふうに思います。無効票っていうのは決められた要件を満たしていないという形になりますから、決まったルールに当てはまっていない票ということになりますから、私たちルールを作るルールメーカーローメーカーなんですが、その私たちが要件ルールを満たしていない票を投じるっていうのは、ちょっと私はどうなのかなっていうふうに、立憲民主党だからそう思うとかではなくて、実際問題でどうなんだっていうふうに今思うところがやっぱりあります。無効票っていうのはやっぱ敏感になりますね。ルールの中に当てはまっていないということなので、政治って究極的にはどっちか選ばなきゃいけなくなる時が来るわけなんです。だからそういう時にどうしても選べないってことはあるかもしれませんけれども、今回が本当にそういう状況だったのかなっていうのは不思議なところで、少なくとも決選投票の時に議場を見てもらったら分かると思うんですが、石破茂、野田佳子というふうに垂れ幕がかかってるんですね。間違わないというか、この2人が決選投票、2回目の投票の名前が残っている人だから、どっちか選んでねというふうにある種指定されているにもかかわらず、ルールを満たさない票が無効票となって84票が無効票になったということなんです。これはとても残念だというふうに思っています。とはいえ結果は結果ですので、最終的には石破総理が、再び選出されたということになります。今国会からは非常に国会の景色が変わります。この決選投票が起こったっていうのも何年ぶり、かなりですよね。数十年ぶりって話だったので、それだけでもやっぱり景色が変わっているわけなんですよ。これまで数年間で強行採決とか一強状態を見てきた私たちからすると、これは新鮮だっていうふうに思えるような風景が出てくるというふうに思います。立憲民主党で多くの委員会を衆議院では委員長を取っておりますので、強行採決が難しい、答えたい時はちゃんと答える時に委員長が指示することができますから、にじりにじりというか、じわじわと国がどんどん今弱くなってますよね。給料も実質賃金上がらないような状況になっていますよね。こういう非正規を増やしてきたような政治を変えていくためにも、一強にさせないということ、そして働く人たちを守るような働く人たちが多いですからね、きちんと賃金が上がる、そういう政治にしていくためにも、いろいろとすったもんだっていうのを政治の世界で、今国会、そして次の臨時国会、そしてその先の通常国会で、そういうすったもんだをよく見ると思うんですが、私たち国がちょっと弱くなっている、賃金が上がらない、そういう国になっていたところが徐々に変わっていくと思ってもらえればいいかなというふうに思っています。今日から特別国会が4日間始まりました。ちょっと今日メガネかけていたのは、ここで話をしながらパーッと本会議に出かけていて、メガネかけたまま入ってすっかり忘れたんですけれども、宮口春子さんにとても可愛いと言われたので、今日は気分を良くしてメガネをかけたまま本会議、主犯指名投票したという形になります。とりあえずはメガネを外してみましたけれども、最近ちょっと遠くがよく見えないとかね、いろいろあるので、これからメガネの姿が増えていくんじゃないかなというふうに思っています。4日間特別国会頑張ります。そして次は臨時国会になり、年明けから通常国会になります。そして参議院選挙に入りますので、皆さんよろしくお願いします。